フワンデディオスエンカーナシオンは、ドミニカ共和国産、フワン州ラスマタスで、ファルファン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。メディアによっては、エンカルナシオンと表記されることもある。1992年にデトロイトタイガースと契約してプロ入り。1993年に母国のドミニカンサマーリーグタイガースでプロ生活を始めた。 1994年にアメリカ合衆国へ渡り、アパラチアンリーグのルーキー級ブリストルタイガースと A 級ファイエットビルジェネラルズでプレーしたが、当初は生活環境に馴染めず伸び悩んだ。1995年は A 級ファイエットビルでプレーした。1996年は A 級レークランドタイガースでプレーした。1997年は AQ ジャクソンビルサンズで打率。323、26本塁打、90打点を記録し、サザンリーグのオールスターに選出され3本塁打を含む4打数4アンダー6打点を記録した。9月のロースター拡張に伴ってメジャー昇格を果たし、9月2日にメジャーデビュー。9月14日に全治2ヶ月の左手骨折の重傷を負い、シーズンを終えた。 2001年12月11日にドミトリー・ヤングとのトレードでルイス・ピネダと共にシンシナ・ティレッツへ移籍した。2002年7月11日にライアン・デンプスターとのトレードでミルトン・エレロ、ライアン・スネアと共にフロリダ・マーリンズへ移籍した。同年は両チームで自己最高のシーズン24本塁打を記録した。2003年はニューヨーク・ヤンキースとのワールドシリーズを制し、 球団史上6年ぶり2度目のワールドシリーズ優勝を果たし、エンカーナシオン自身は初めてワールドシリーズ優勝を経験した。2003年12月13日にマイナー選手と1対1のトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2004年7月30日にブラッドペニーを含む計3人とのトレードでポール・ロデューカ、ギレル・モモタと共にフルス・マーリンズへ移籍した。 2005年12月27日にラリー・ウォーカーの後釜としてセントルイス・カージナルスと3連総額1500万ドルの契約で移籍した。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンではタイガースとのワールドシリーズを制し、ワールドシリーズ優勝を果たしたため、 エンカーナシオン自身も3年ぶり2度目のワールドシリーズ優勝を経験した。2007年8月31日の試合時に、ネクストバッターズサークルで、全打者アロン・マイルズのファウルライナーが顔に当たり、大怪我をした。これが致命傷となり、当初は現役続行を目指していたが引退した。引退後は、故郷のドミニカ共和国に戻り、事前事業に参加している。 メジャーデビュー当初は、驚異的なパワーとアベレージを兼ね備えた打撃、瞬速を生かした抜群の外野守備を誇ると言われていた。また、若い頃のバリーボンズに似ていると専門家から評価されることもあった。ありがとうございます。